こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ディープパープルのとうとうバーンの、ドラムの叩き方を解説していこうかなと思います。もちろんですね、イアン・ペースをお前ごときがイアン・ペースを語るなとか言いそうな人もいっぱいいると思うんですけど、まあ、これ吹奏楽とかでやるんですよね。で、こう原曲をやっぱ聴いてない子も多いので、これを機にですね、メルマガを登録したる方は、この譜面をダウンロードできるようにしてありますので、そういった方にもね、このあのディープパープルの盤はね、いくつになってもやることが多いんじゃないかなということでですね、まああの到底イアン・ペースとかですね、そんな人にはかなうとは思っておりませんが、ちょっと解説をしていきたいと思います。ね、譜面をできる限り取ってみました。今回はね、スネアをここはソ・ジでレド、多分こうだと思います。何回も聞き直しましたが、多分このでここの多分あんま使わないみたいなイメージなんですけど、基本的にはまあ3ワンタムワンフローでいけそうな感じの、フィルが多いですね。まずはですね、イントロですが、このダラララララのところですけど、ここはハイハットは鳴ってるので、多分アシンで踏んでるんじゃないかな。までがイントロでございます。なのでこのイントロのここの8ビートのパターンはですね、それでも全然全部このドッタンドドタンでもいいし、でこれ全然ね、言ってもらって8ビートっていうのは、まあ僕の理論上はですね、足はどのリズムパターンをとっても結局は合うんですよ。ただまあメロディー、ギターのリフ側に近いとかメロディーに近いとか無視するとこうストレートにドラムがいってて周りがみんなこう踊ってるみたいなイメージなんですけど、一緒にこうシンコペーションするとかね、まあそこら辺はどういう風に選んでもらってもいいんですが、ドッタンドドタンでキープしても、ドッタドッドタンでキープしても全然構わないと。で4小節のダラララのところだけ、シンコペーションするときはこうたまにいるんですけど、これだと焦って聞こえるので、こういう風にすると大丈夫で、ここよくあるんですが、これこの動きがすごいまあビジュアル系バンドの中でも非常に多い動きだと思うんです。こういう動き、ここの動きを覚えてしまいましょう。ここの、最初の4小節目はという風になっているので、ここを、気をつけて叩きましょう。はい、それでは、問題の A の部分ですね。これ僕は初めて高校生の時にドラマ始めた時にこれ、まあ結局これがボツになって、ハイウェイスターになったんですけど、これ本当叩けるって言われて、みたいな、いっぱい音が鳴ってるけどどうしようと思ったことがあるんですが、まあこれは非常にこうまあ問題作というか、普通もうここ吹奏楽のやつはドッタンドッタンで書いてある。このまま言ってもらっても全然平気で、ギターのフレーズ的には3小節目と5小節目のところのシンコペーションがここ毎回合わせてるので、みたいな感じで言っちゃっても全然平気かなと思います。毎回ね、ここの部分はね。で、細かい音が入った場合は、まあ今日はちょっとロック系なので音量大きめに叩いてますが、ちっちゃめに叩く、音量、細かい音符をちっちゃくすると、まあこんな感じで音量ちっちゃめに叩けばうまくいくんじゃないかなと思います。最初の A をゆっくりやってみると、最初の A をゆっくりやってみると、という形ですね。16分音符の頭にアクセントをつけた方が、ビート
トが出やすいので、これ頭にアクセントがある感じでずっとスネアで叩いてますね。まあアクセントを細かくいろんな部分で自由に自由に歌って、このダンツダンだけ合わせて、そこ以外はなんか細かくずっとパルスを埋めてるっていうイメージなんですね。1回目の A のとこが、1回目の A のところのインターリードに抜けるところまでをやってみたいと思います。これが1回目の A ですね。で2回目の A から、欄外に書いておきましたが、ここの、すごいとか All I need のとこね、かっこいいですよね。これね、初めて気づいたんですけど、タータータロール始めてるんですね。ここがかっこいいですね。で、A2 のところの頭の部分ですね。こういう風です。なのでここをゆっくりから練習して早く高速化してみてください。まあなんか適当でいいと思うんですけど、こうまあ適当な感じで埋めていいと思うんですが、このジャーンジャーンに向かっていく、3小節目の5小節目に向かっていく感じでやっていきたいと思います。じゃあ、原曲練習も、帰ってきた時、最後の後テーマの時 A3 にして書いてありますが、これ2小節普通にパターン叩いてます。で、あって感じで、5小節目のクラッシュに向かって、3小節目のジャーンズジャーンのところは合わせずじまいみたいな感じになってるんですが、なんかすごく人間臭いけど、でも全然かっこいいみたいな感じがね、ここがやっぱりもうね、すごいとこですね。なんかやっぱフレーズ的にもあのバディリッチのコピーをすごくされてたみたいなんで、ものすごくそういう感じが出てきますね。はい、じゃあ A3 をゆっくりやると、という形ですね。じゃあちょっとテンポ早く、はい、それでは最後に A4 のとこ行ってきますか。ここ3つ割りです。で、次の小節の2小節目にアクセントだからという流れですね。で、次のタカトン、これ結構よく使いますね。だからドクラッシュをスネアとクラッシュでいっちゃってになっておりましたね。やっぱりトラディショナルはですね、できるだけその通りに、真似してみると、なんか自分にない気づきがあるのでやってみたいと思います。なので、通してみると、これで A4 まで、終わったと思います。ここが一番難関だと思うので、ここをぜひトライしてみていただければと思います。はい、次 B ですね。 B はもうバーンのとこだ。
ラララに戻るということですね。あとはダダダダというところですね。でインターネットのところにこの流れが入ってますね。まあここはまあ何でもなんか、フィルイングを一生進めるといいかなと思います。で、ダル宣言して2番やってみたいな感じですね。 C のとこはじゃん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 っていうシンコペーションがあるんで、ここはちょっと厄介ですね。だから普通のここはパターンはこういう風になってます。でこれは原曲こうなってて吹奏楽にもこうやって書いてあるんだけど、ここでだいたい吹奏楽見に行くとみんなめちゃくちゃ走るんですね。でなんでかっていうと、この受けの足がないからから待ちきれずにここで速くなるんですね。だからここを足入れた方がこういう形ですね。こういう風にやってもらうと、まあ、走らないんではないかなと思います。で、下の段ももうこのシンコペーション連続なので、ダラララーナーここでこうなんじゃないかなって感じがするんですが、もしかしたらかでやってたか、ファンタムワンフローかもしれないですね。ギターソロのところはやっぱりさっき言ったみたいに、もういろんなパターンで足踏んでるんですが、まあ一番多かったのが踏んでいることが多いですね。オルガンとか2回繰り返しなんですけど、基本的にはタバン、これ合わせるんですね。で、でその後最後はダラダラダラっていう風になると思いますね。なのでここら辺はダカダカジャーノイエーイですね。めっちゃかっこいいですね。もうギターのフリフが思い浮かばれてしまうというかね、というところですね。あとは書いてあるところ全部一緒で、細かいフィルインが少し違うだけなので、解説としてはここまでになるんですが、最後のとこはダンダンジャンジャンとか、裏からというところがかっこいいので、ここはわざと8音書いておきました。というわけで、ここら辺の解説でございました。バーンは、まあ一度は通る、ドラマは通るんではないかなと思いますし、まあ譜面がなかなかちゃんとした譜面が存在してなかったので、ちょっと撮ってみましたが、まあこれもちょっといろいろ間違いがあるかもしれません。とはいえ大まかな流れとかね、ところがこれ吹奏楽で使うところだけこう抜き出して、こうぜひ参考にしていただけたらなと思います。というわけで、バンはもうとにかくね A の部分が解説したかっただけなんですよ。なので、ここも自分の勉強だと思ってやっておきましたが、いやーほんとかっこいいし、めっちゃ気持ちいいですね。まあヤンペースってすごいな。というわけでございました。本日は以上になります。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。